力こそ全てだ。皆さんこんにちは、バンダイナムコで、鉄拳プロジェクト、もう27年ぐらい、ずっとチーフプロデューサー、チームリーダーやっております、原田です。よろしくお願いします。これからですね、鉄拳ブラッドラインの初公開クリップをこのギークドウィークで皆さんに初めて公開したいなと思っているんですけども、あの原作でも実はもう言葉だけで全く描いていなかった風間純のお母さんと息子とのこう屋久島でのどんな生活をしているか、どんな会話をしているかっていうシーンが垣間見えるんですけど、そこはもう本当にあの一番の気になりです。そうですね、風間仁がもし実在していたらということですけど、もう本当に僕から風間仁には一言、いつもひどい目に遭わせててごめんなさいって感じですね。鉄拳シリーズも結構長く続いてるんですけど、実はですね、ビデオゲーム界、このビデオゲームという世界が始まって以来、最も長く続くストーリーというギネス記録を鉄拳は持ってます。そんな壮大なストーリーの鉄拳なんですけども、それが今回初めて、こういうシリーズのアニメ化されるというところで、きっと原作ファン、そして初めて見る人にも、なるほどこういう話なんだと、なるほどこういうことがあったんだっていうふうにいろんな発見があるものになっていると思いますので、はい、皆さん、Netflix の、鉄拳ブラッドライン、皆さん楽しみにしててください。鉄拳プロジェクトの原田でした。